早速みちおくんフィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。よく見たらあいつ小野みちおじゃねえ、パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんで。あれ、みちおくんの頭についてるのって尾道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん。みっちー、さあさあ早く買え。みっちー、とりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、日曜鑑定士の春日さん、この間はありがとうございました。どうされました？実は今、偽みちおグッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんですって？本当ですか？ああ、場所は中華街の太陽門近くだ。みちおのパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ。わかりました、私も準備してすぐに向かいます。準備、まあいいか。とりあえず弘中が来るまであのパチモン野郎を見張っておこう。ねえねえ、その頭の果物ってみかんなの？あ、あ、あ、まあそんなもんだ。みっちー、あいつ、みちおの名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ。あのパチモン野郎、今すぐぶっ飛ばしてや。待ってください、春日さん。おう、弘中か。あいつさっきファンの子供。おお、あんた、弘中だよな。今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽みちおに対する怒りの波動に目覚めた小野みちおです。みちおくんの偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、みちおくんを語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野みちおとなって、あのパチモン野郎を成敗してきます。おい、
微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か？そのくらい道夫君への愛で何とでも補います。では。お嬢様、そんなやつから偽物のフィギュアなんて買ったらダメだ。ミッチえ、ミチオくんが二人？そいつは小野ミチオじゃない。真っ赤な偽物だ。ミチ、あーん、誰だてめえ。誰だと聞かれたら名乗ってやる。ミチ、チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたなウィ ONO トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け。道、何言ってんだお前。本物の尾道夫がこんなとこ来るわけねえだろ。え、商売の邪魔しやがって。おいお前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのかあれ。え、ちょっと待つ。ミチ、やるならディベートで勝負しませんか。私、尾道の大会で4位になったこともありまして。んなことするわけねえだろ。とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。うん、ちょっと待って、痛い。いやいや、やめて。おーのー、広田か。おい、大丈夫か。しっかりしろ。弘中、こんなになってまで道を守ろうとして。スーツだってブカブカでろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな。あんたや尾道の人たちの思い、俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる。道夫のことは何も知らねえ。そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ。まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話してもわからねえ。確かに俺はゆるキャラだが、パチモン見逃せるほどゆるかねえんだよ。抜かせろ。おいお前ら、こいつぶち殺すぞ。うん、ぶち殺してやる。食べに行きましょう。ザコだよ。ほら来いよ。舐めないで。もっと本気でやってん。
舐めんなよ。舐めんなよ。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって、強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって、一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら小野道雄が潰しに行くと伝えておけ。はい、すみませんでした。そうだ、弘中は、弘中大丈夫か。私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします。道雄君。皆さん、いや、その道雄は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道雄くんが偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道雄くんは地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道雄くん。あ？さっきは来てくれてありがとう。僕本当に嬉しかった。そうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道雄だ。いいぞ道雄くん。最高。いや、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ええ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたら、あのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。
道夫君への思いは何よりも強い武器ですからね。そうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫君の写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。だがちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんがよろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。ああ、頑張れよ。やれやれ、一件落着ってところか。この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、道夫くんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノー。その程度か。仕方ね。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。やっぱ中華にはルービーだね。本当はビールじゃなくて紹興酒が飲みたかったんじゃねえのか。中国人がみんな紹興酒ばかり飲んでると思うと大間違いだよ。地域によっては紹興酒は料理酒みたいな扱いで全然飲まなかったりするしね。へえ、そうだったのか。まあ考えてみりゃ
確かに日本人だってみんながみんな日本酒を飲むわけじゃねえしな。そういうこと。それに市民権を得てるのは断然ビールだね。さすがビール、どこの国でも人気だな。それじゃ人気者のビールで乾杯といこうか。ちなみに中国じゃ乾杯って言うんだよ。なんだか日本の乾杯に似てるな。乾杯。乾杯。ごちそうさまでした。ありがとうございました。飲みすぎ、飲みました。お、なあ、ありがとうございます。ん、おい。はい、
確かこっちに来たと思ったんだけど。どこ行った？あそこだ！クララちゃん、戻ってきて！おいおい、まさかあいつ。このままでは私たちまぶら。そんなこと言っても。私が相手です。やめんもっと本気でやって。痛い目に合わせますよ。勝てると思ってるよ。遊んでくんない。待ちかますぜ。
しゃ行こう。動きが止まったか。安田団長、クララは捕まえました。ちょっと疲れてるみたいですけど無事です。そうか。しかしこんな騒ぎになっちまってどう収拾をつけたらいいんだ。おい見たかよ今の、すげえパフォーマンスだったな。え、これってサーカスでしょ。ショーベルカー乗りますチンパンジーとそれに立ち向かうテンパって斬新だな。ドキドキしながら見ちゃった。あの炎もすっごい迫力。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。これからあちらのステージでショーを行いますのでよろしければ見ていってください。今度はステージでショーをやるんだ。またあんな迫力のやつ見られるかな。ちょっと行ってみようぜ。くったくった、ぼちぼち作業の続きをするか。なんじゃこりゃ。今日は本当に助かりました春日さん。お礼の気持ち受け取ってください。頼むからこんなことはマジでこれっきりにしてくれよ。今度ばかりは死ぬかと思ったぜ。はい、春日さんには感謝してもしきれません。あ、この感謝っていうのは何度も助けていただいたからというだけではなくて、ここ数日私は春日さんのおかげで今まで見たことのないお客様の表情をたくさん見ることができました。長いことこのサーカスをやってきてはいましたが、それは動物の玉乗りや輪をくぐるとかどこかで見たことあるようなものばかりだったので、普通のサーカスの域を超えられなかったんですよね。お客さんも笑ってはいるけど心を揺さぶることまではできていないって内心感じていたんです。安田団長ですが、ここに来てクマ・トラとの激戦、そしてショベルカーとの燃えるような死闘、どれも手に汗握るシーンの連続で見ている人の目は釘付けでした。スリル、驚き、興奮、喜び、この全てが詰まってこそ感動体験なんだなって感じたんです。私はこれからも来てくれたお客さんたちにこんな体験をさせてあげたいって思いました。そうか。そこで降りてお願いがあるのですが、ぜひうちのサーカス団に入っていただけませんか。何？俺がか。はい、春日さんとうちの動物ちゃんたちがタッグを組んだらきっと最強です。日本一のサーカス団だって目指せますよ。いや、俺はあれだったらショベルカーとかも頑張って用意します。ローンとか開くんで。あ、ダンプカーの方がいいですかね。いやいや、どっちもいらねえ。っていうか俺はサーカスやらねえよ。
まあまあそう言わずに、可愛い動物たちと一緒にサーカス界のてっぺんを取りに行きましょうよ。いや本当もう動物は勘弁してくれ。あ、待ってくださいよ春日さん。もしもし。あ、パパ、久しぶり。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ふう、こうしてアイスティーなんか飲んでると洒落た大人の男になった気分だぜ。紅茶って優雅な感じするよな。春日君ってもしかして形から入るタイプ？え？どうだろうな、考えたこともなかったけど言われてみりゃそうなのかもしれねえな。初めて祭りに参加した時も俺だけハッピにふんどしだったしな。やるからには徹底的にやりてえからよ。春日くんらしいね。じゃあその髪型も何かのスタイルだったりするの？海外のミュージシャンとか。いや、これはパンチパーマに失敗しただけだ。じゃあそれは君のオリジナルなんだ。オリジナル？そう、オリジナルだよ。これは俺という形なんだ。いいこと言うじゃねえか長さんよ。なんつうか、物は言いようだな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。どうも。いろんな物件が売り出されてんな。お、庭付き 4LDK とか売ってるぜ。いつか住んでみてえもんだ。そうか。俺は広すぎるのもな。うん、無所暮らしが長くて広いと落ち着かねえってか。うるせえよ。だがよく考えてみろ。布団、歯ブラシ、カップ麺、全部にすぐ手が届く今のお前の家と、全てバラバラの部屋に分散された不自由な庭付きの 4LDK、 どっちがいいと思うよ。 4LDK じゃね。やっぱそうか。みんなでトランプしようよ。どうしたんだよ急に。せっかくマスターが広い部屋使っていいって言ってくれたし、みんなでダラダラしながら遊ぶのも楽しいかなって。まあ1階の洒落た感じと違って2階は実家っぽいよな。トランプって何やるんだ。七並べ。そりゃやっぱり大富豪でしょ。人が多いほど盛り上がるわよ。お、いいね。ホームレス連中と毎晩やってたから俺強いぜ。俺も刑事仲間とやってたな。負けねえぞ。コミジュルでは私が一番強かったんですよ。ところで八切りってありだよね。イレブンバックは。七渡しは何ですか。七渡しって。それより階段はありますよね。なんかやる前から盛り上がってきたな。ローカルルールが面倒なのでババ抜きにしましょう。
屈しやがって。邪魔だよ。してみろ。食べると思ってるよ。痛い目に合わせますよ。見てなさい。おれおれ、みんな頑張って。やるんだ。ほらやるぜ。取っておきだ。やるぜ。これや。ほら来いよ。来れ。なった気がするぜ。いいじゃない。テンション上がりますね。行きましょう。絶対守る。
気でやって。セーラー！さあ、かくれんぼしますか。私が相手だ。なめろ。なめんなよ。やるんか。叩きなめ。やかってこんかい。よく見んかい。やめんな。バカ行くよ。遊んでくんないか。なれましたね。